ダイエット中でも食べれるコンビニおやつ3選ファミリーマート編をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、ダイエット中でも美味しく安心して食べられるおやつがわかります。そして美味しく食べながらダイエットすることができます。ぜひ最後までご覧くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。まずポイントです。こちら、無添加であることがとってもおやつを選ぶときに大切になってくるんですね。で、それはなぜか、その理由について簡単にお伝えしていきます。それはもうあなたの腸と肝臓、この2つの臓器が元気な状態であればダイエットに成功することができるんです。では逆に言うと、この2つの臓器が弱っていたり、負担をかけるようなものを食べてしまっていては、あなたがですね、いくら食事制限をしたとしても、またもう激しい運動をもう日々頑張ったとしても、長期的に痩せることは決してできないからなんです。もうそのようにですね、お体のその体質というものがやっぱりあるんですね。ですから、あなたの腸と肝臓が元気であれば、あなたは自然と痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよ。で、そのために必要なおやつを今から私がですね、もうよりすぐった3選をお伝えしていきますので、一つずつ今からチェックしていきましょう。ではその3つの事例、おすすめ3選、1つ目はこちらです。ファミリーマートセレクション、有機栽培の恵み、天津甘栗なんですね。では早速開けてみたいと思います。こちら裏にですね、原材料書いてあるんですけれども、すごいんですよ、有機栗だけです。いいでしょう、もう本当に無添加なんですね。ちょっとでは開けてみます。で、エネルギーはですね、これ1袋あたり107キロカロリーになっていますね。で、タンパク質が 2.2g、脂質が 0.7g と非常に低くなってます。嬉しいですよね。あ、嬉しい。私実は小さい頃からこの甘栗目がなくって、小さい頃は殻付きでよく夏祭りで売ってたんですけれども、それをですね、もう本当によく食べてたんですが、今は便利ですよね。このようにもうパウチ状になっていて、はあ、いい香りです。じゃあ今から早速食べてみたいと思います。ではいただきます。甘みがあって、本当にもういつ食べても美味しいですね。ちょっと飲み込みますね。よく噛んでおります。はい、お待たせしました。この甘栗って実はさつまいもの2倍も食物繊維があるんですよ。なので、この甘栗を食べることで、あなたの腸内環境の、まあ、大掃除にもなりますし、痩せ菌と呼ばれるこの善玉菌のですね、餌になってくれますから、あなたはどんどん痩せ体質へとなることができるんですね。で、またこの甘栗ですね、ここには載ってないんですけど、カリウムも非常に多く含まれておりますから、実はそのむくみ改善にも非常にもうパワーを発揮してくれるわけなんですね。ですから、もうこれはおやつにはもう一押しです。ですごくいい香りしてます。ぜひ甘栗食べてみてくださいね。では次に事例の2つ目、おすすめの2選目ですね。それはこちらです。こちらもファミリーマートセレクション、塩と油を使ってない素焼きのアーモンドになっています。で、裏の原材料を見るとアーモンドだけなんです。これも無添加なんですね。もう完全にもこのアーモンドだけです。で、エネルギーが1袋あたり209キロカロリーで、タンパク質が 6.6g、脂質がやっぱりナッツって脂質がね、ちょっと多いんですよね。高めです、18.2g。 ただ
糖質は低めなんですよ。だから糖質ダイエットされてる方はもうナッツぜひおすすめなんですね。糖質がもう 3.1g だけで、もこれも一押しなんですね。なぜかというとビタミンやミネラル、また食物繊維が豊富なので、先ほどの甘栗と同じようにあなたの腸内環境が整うわけですし、またプラス豊富なビタミン、ミネラルも一緒に取れますから、もう健康的で綺麗に痩せることができるんです。でまたですね、このアーモンドはやはり脂質がちょっと高めなので食べ過ぎは注意なんですね。ちょっと開けてみましょうか。で大体目安はですね、1日に20粒程度に抑えていきましょう。なのでちょっと開けてみましょうか。何粒ぐらい入ってるんでしょうか。そうですね、20粒以上は入ってますね。あ、でもそれぐらいかな。大体1日かけて、1袋食べきってもいいかなっていう、ギリギリの量ですけども、できれば半分に分けて2日にかけて食べるといいと思いますね。ちょっと開けてみましょう。はい、もう完全に無添加です。もう塩やこれ、油、ノンオイル、ノンソルトです。いただきます。いいですね。やっぱり香ばしく焙煎されてますから、本当この素焼きのアーモンドがその持つそのものの本来の美味しさが出てますね。あー、もうこれね、食べ出しちゃうと止まらないのでね、もう封閉めちゃいますね。私もナッツ大好きで毎日食べてるんですけど、ついつい食べ過ぎてしまうことがあります。なのでそういう時はちゃんともう先に小皿取ってですね、今日はこれしか食べないって決めて食べていきましょうね。食べ過ぎ予防にもなりますし、あとよく噛むことで満腹中枢が刺激されて食べ過ぎ防止にもなりますので、ぜひアーモンドちょっとカバンに忍ばせて小腹が空いた時にパクッと食べるのもおすすめです。これパウチになってますから、チャックがありますから食べきらなくても大丈夫です。では次に最後3選目です。こちらです。見えますか、雪印さんの北海道生乳 100% 使用のカマンベールチーズです。かっこ切れてるタイプ3個入りなんですね。でこれもですね、チーズはもうおやつ向きです。でしかもなぜこれを選んだかという理由があります。これも無添加なんですね。でここにちゃんとナチュラルチーズっていう種類別の名前が書いてあって、原材料は生乳かっこ北海道産と食塩だけでできてるんですね。普通プロセスチーズとかこういろんなチーズって乳化剤が入ってるんですよ。あと香料とか余計なものが結構チーズもね入って売られてること多いです。なのでチーズを買われるときはこういったナチュラルチーズですね、無添加のものをぜひぜひ選んでください。でこれがまた良いのは切れてて、なおかつ一つずつ個包になってます。ちょっと開けてみますね。もう私カマンベールもね大好きなんですよね。でよくねチーズってお酒のおつまみにも出てくると思うんですけれども、このカマンベールチーズに対してはですね、赤ワインと一緒に取られるとこのチーズの脂肪の吸収をなんと半分に抑えてくれる効果があるんですよ。ちょっとここでね赤ワイン飲みたいところですけども、ここは私の整体サロンですのでお酒はやめておきたいと思います。ではこのように可愛い状こういうふうに3つ入ってるんです。で本当こちらも小腹が空いた時にパクッと食べていただくのすごく便利です。では開けてみますね。でもとにかくチーズはもうタンパク質の塊ですから、あなたの肝臓がね元気になるんですね。そうすると痩せ体質になれるから私はこれをおすすめしてるわけです。もうねこの外側の発酵した部分、カビの部分とこう中がトロントロンなんですね。いただきます。一口でいっちゃいます。幸せです。
とね、ほんとワインでも飲みたくなっちゃうぐらい美味しいです。うん、あと2つ残ってます。後から美味しくいただこうと思います。うん、はい、それでは私が一押しするファミリーマートさんで売っているコンビニおやつ3選いかがだったでしょうか。この動画ではこのようにさまざまな健康法であったり腸活方法をお伝えしていくことで、女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。